川内隆氏は、広島県広島市出身の元プロ野球選手。旧姓広島市中から、慶応義塾大学へ進み、遊撃手として活躍。1943年10月16日、出陣学徒総攻総経戦にも8番遊撃手として出場。この後太平洋戦争の激化により、大日本帝国陸軍に入隊し、広島の野砲兵第五連隊。 西部第五部隊に所属、中一として台湾で終戦を迎えた。戦後復員し、慶応野球部に戻り1946年春、戦後最初の東京六大学リーグ戦優勝の中心選手となる。リーグ通算14試合出場、39打数7、アンダ打率、179、卒業後1947年、太陽漁業入社。 野球部の4番遊撃手として3番徳良ラ・カツキラと第20回都市対抗野球大会でチーム初出場に貢献。1949年プロ野球シーズンオフリーグ拡張で徳良ララと引き抜かれ1950年2リーグとなったプロ野球毎日オリオンズへ入団。すでに30代に入っていたが、この年全試合出場リーグ最多打席。 最多打数を記録したように、ミサイル打線不動の一番打者として、チームのパリーグ初代王者、及び日本シリーズ制覇に貢献した。第1回日本シリーズで最初に打席に入った打者で、第6戦で、毎日の初代日本一を決める、サヨナラ勝ちのホームを踏んだ選手でもある。同年記録した147安打は当時入団1年目の最多記録となる。ただし、 失策59と盗塁し16はリーグトップだった。悪送球の多い選手で、相手チームもそれに期待し、この第1回日本シリーズでの有名な岩本、吉行のミステリー走塁も、岩本の出塁は、河内の一流への悪送球から、相手小竹ロビンスベンチから、ほら、やった。と一斉に声が上がったと言われる。 なお5月31日の東急フライヤーズ戦に記録した7打数は1試合最多打数のプロ野球記録。また1952年8月16日のダイエースターズ戦では1イニング3盗塁のプロ野球記録も記録している。同じ1952年6月29日に毎日は1試合で2度トリプルプレーを喫するというプロ野球唯一のチンプレーを記録しているが、川内は ランナーとして両方でアウトになっている。オリオンズでは4番も内首相も務めたこともある。1954年発足した高橋ユニオンズへ移籍。ここでも新生球団の一番打者として公式戦最初の試合で打席に立ち安定した打撃で初年度の中心選手となる。この年のオールスターゲームに高橋ユニオンズからは川内和人だけ出場した。 1954年は、ほぼ全試合に一番、三塁手として出場。1956年は主に代打に回ったが勝負、強い打撃を見せた。いわゆるユニオンズのロートルノンベイ選手の一人で、あったが36歳になったこの年をもって引退した。その後、社会人野球のリッカーミシンの監督、またリッカーの子会社である。 日比谷コンピュータシステムのシステム営業部長等を務めた。進む学校出身のためか、広島の人にも馴染みが薄く、帰郷して、町内のソフトボール大会に出場しても、誰も気づかなかったというエピソードが残っている。2016年、96歳で死去。AB 長谷川まっすぐ、前を、2010高橋ユニオンズ OB 会へ。AB 告げ。 阪神金本148アンダメ、50年河内抜き、新人単独6位プロ野球、日刊スポーツ、2019年12月22日閲覧。この人にこの技あり、第19回、岩本義行の、著突盲信、6月29日、1952年1試合で、なんと2度最初と最後にトリプルプレイ、長谷川、野球小僧2010年8月号。 医薬や処方、P207 から208、1月20日、1955年、新人16人、遺跡11人申請、トンボユニオンズ人用決まるプロ野球人国旗、中国編、P151、152、ベースボールマガジン社、2004年4月、ありがとうございます。